藤谷蓮次郎です。今日は今ではなくてかつての日本映画、私が勝手に、これは素晴らしい、これは傑作だと思っている日本映画の方をご紹介してまいります。その中で一本ご紹介してまいりますのでよろしくお願いいたします。ですがその前に、こうして、主に日本映画の名作の方を振り返って、それから現代の今公開されている日本映画の方、こちらも大体週に1回ずつくらい紹介してまいりますので、このチャンネル、この動画をご覧いただいている方はぜひともチャンネル登録の方をお願いいたします。そのチャンネル登録をしていただける方が増えていかないとなかなか続けていけないもんですから、ここはご協力いただくということで、ぜひともチャンネル登録の方をお願いいたします。それでは参ります。今日取り上げる映画、当然皆さんご存知の超大物黒澤明監督の中でも比較的マイナーな一作を紹介させていただきます。静かなる決闘、1949年です。黒澤監督と谷口さんが脚本で、キャストの三船敏郎、志村隆、それから三条美紀というメンバーが出てきますが、他にも千石のり子さんも出てたかな、そういう作品です。黒澤明さんといえば私が言うまでもないとこで、まあ、現代で活躍している黒澤清さんという、これまた優れた監督がいらっしゃいますが、こちらとは全く関係がなくて、かつて、東大の学長も務められた蓮見茂彦氏はですね、蓮見茂彦さんは、世界には黒澤という人が2種類の人間がいると、黒澤というのが明という人しかいないと思っている人と、黒澤清というもう一人の優れた担当がいるということを知っている人みたいな文章を、あくまでみたいなですよ、その通りじゃないとは思いますが、そんな文章を書かれたことがあって、なるほどなと思ったんですけど、私自身にとっても黒澤明監督が好きな映画いっぱいあるんですけども、個人的にはスピルバーグさんとかルーカスさんとかいうハリウッド系の人たちがあまりに持ち上げたんで、この人だけやたら有名になりましたけど、小津安二郎、成瀬幹雄、溝口健二というあたりの監督さんたちの方が正直より好きな作品は多いんですね。で、黒沢黒沢ってもうと思ったんですが、最近もね、生きるという作品、あの名作、志村さんの、志村隆さんの圧倒的な名演で有名な、ゴンドラの歌の聞き迫る歌い方とかね、ありました。あれがイギリス映画でリメイクされたなんていうニュースもありましたけれども、その黒澤明監督、あまりにも彼だけ褒められすぎとは思いますけども、でもやっぱりすごい監督であったのは間違いないと思うんです。その中でも比較的マイナーなこの静かなる決闘を取り上げた理由はですね、ある種理想に燃える、決して、まあ、お金回りがいいとも言えない青年医師を三船敏郎氏が演じてらっしゃって、でこの方が、確かね、指先に間違って、ある、うつるタイプの病気、伝染するタイプの病気、まあ、その病気の患者に刺した針を誤って自分の指先に刺してしまうんですね。で、指先にちょうどちっちゃな豆くらいの血液の塊ができてて、それを見て彼がゾッとする、慌てるっていう場面が出てくるんですね。で、結局その病気に多分彼も伝染してしまって、感染してしまって、なんで僕がこんな目に遭うんだというようなことを最後に泣きながら、泣いてたのかな、ずっとこらえてた三船敏郎が演じる非常に好感度の高い青年医師が思い耐えかねて、胸に秘めかねて他の人に、その思いをこうぶつける、その思い誰にぶつけたのかな、三条さんだったか志村さんだったか忘れました。この辺の細かいキャストは私も2度、もうかれこれ 3,40 年前に見ただけなんで、30年前かな、学生の頃見ただけなんで、ただはっきり思い出してるのは、あーって思う、その三船さんの指先にその針が刺さって、ちっちゃな血まめみたいなものが確か指先にポコンとできるんですよね。で、感染してしまった、おそらく感染した恐れがある、どっちだったかな、とにかくその恐れを持たざるを得ないような激しい
こう失敗とその落ち込みというのがある、その病気にかかったんじゃないか自分はだったのか、あるいはかかったけれどその病気にくじけずに戦っていくんだということが、その自分の心とのこと戦いを決闘と言ってたと思うんです。その伝染する病気にかかったかもしれない、もしくはかかった、でもそれを自分の人生の中で生き抜いてみせようとする青年誌、その戦いを決闘ですから、静かなる決闘というタイトルになってたと。で、私自身はこの三船敏郎さんという人は印象的な芝居はもちろんいっぱいあるわけですけど、正直ちょっと大きくなりすぎて、芝居が大きくなりすぎて嫌だなって思う点もあり、それから黒沢監督の大きな特徴だと思うんですけど、なんとなく演説してる感じになるんですよね、いろんな人が。用の東西を問わなければ、チャールズ・チャップリンもメインの場面でやたら演説してる時が多いなぁとは思うんですが、それが良し悪しではないんですけどね。これも確かその自分の揺れる心を三船さんが彼の大きな演技力で喋ってるんですけど、ことがことだけに三船敏郎さんの芝居に嫌味を感じなかったというか、大きすぎるよなと思わなかった、私はにとってはそういう、新鮮な、そりゃあんな風に叫びたくも泣きたくもなるよなと僕は思ったんですね。そういう普遍的なものとしての静かなる決闘という作品の魅力と思ってここに取り上げました。確か背景はだから1949年ということは昭和24年、小津で言えば晩春を撮ってる時だし、溝口成瀬もだんだん復活してきてる時なんだと思うんですよ。だから日本家屋の町場のお医者さんのっていう、ちょっと貧乏臭い感じ、今から見ると貧乏臭い、私が子供の頃はまだありました、昭和の時代の町医者の感じの中で、確か違ったらごめんなさいね、三船敏郎さんが静かな心の、自分の心の中との戦いに挑んでいる、自分の体の中の病気との戦いに挑んでいる、嫌味がなくてすごく普遍的なテーマで、黒沢作品の中でもこれいいなと思った次第です。黒沢明さんの作品もこれからいくつも取り上げていきますが、最初に割と人から見落とされやすいこの映画を紹介したくて今回は取り上げました。これからもいろんな昔の映画、私が勝手にこれ名作だと思うものですがご紹介してまいりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。それから黒沢だったら本当はこっちの方がいいよ、藤谷はこう言ったけど私はこっちの方が好きだな、あるいは藤谷君ここ紹介の仕方ストーリー間違ってるよなんてご指摘があったらありがたいです。それではチャンネル登録の方お願いいたします。また来週別の映画でお会いしたいと思います。それでは失礼します。